て先日9月21日に騒動の仮面ライダーセイバーブレイブドラゴンが発売されたことで、先に発売されたライダーキックスフィギュアと合わせて2種類のアクションフィギュアが発売されたことになります。近年ライダーアクションフィギュアは騒動と RKF どっち買うの問題というのがあるわけですよ。なので今回はこちらの2種類の特徴について解説していこうと思いますので、まだ購入していない方はぜひこちらを参考にしていただければと思います。なおこの2種類の他にフィギュアーツというアクションフィギュアもありますけれども、まあセイバーのアーツはね、もうおそらく発売がもっともっと先になりますので、今回は無視させていただきます。以前 RKF ってどうなのという動画を出しましたけれども、今回はそれのセイバー版で、かつ騒動との比較も行っていこうと思います。まずどこで購入できるかですけれども、こちらの RKF は基本的にはおもちゃですから、おもちゃ屋さんで購入することができます。そしてこちらの騒動は食玩ですので、スーパーやコンビニのお菓子売り場で購入することができます。なおおもちゃ屋さんで食玩の取り扱いがあるお店もありますので、そちらだとおもちゃ屋さんの仮面ライダーコーナーに RKF も騒動も両方置かれてるケースもありますね。続いてお値段ですけれども、 RKF はね、RKF によってお値段が結構まちまちなんですけれども、こちらのセイバーブレイブドラゴンに関しましてはお値段2750円となっております。ちなみに個人的には2750円決して高くないお値段だと思ってて、後々造形とか色分けとかそういった話もしていきますけれども、そういったところを踏まえても2750円というのは全然妥当なお値段だと思っております。そしてこちらの騒動が1体完成するのに800円かかります。騒動ってちょっと特殊な売り方をしてて、1つ400円のパーツを2箱合わせて1体の仮面ライダーに完成しますので、1体完成するのに800円かかります。正直ね、食玩で800円っていうのはちょっと高く思える人もいるかもしれませんけれども、単純にこのレベルのね、アクションフィギュアが800円で手に入るっていうこと自体がかなりやばいですから、お値段に関しては相当お買い得ですね。RKF はもう完成済みのフィギュアですので、購入後買ってすぐに開けたら遊ぶことができます。ブレイブドラゴンではないんですけども、一部ラインナップでシールを貼らなきゃいけないものもありますが、まああっても1枚とかですからね、もう貼るなんて本当に数秒で終わりますので、買ってすぐ遊ぶという意味では RKF 相当優秀です。そして騒動はまあプラモデルとまではいかないんですけれども、パーツが結構バラバラで入っておりますので、買ったらまずは組み立てるところから始めます。あと後ほど色分けのところでも言いますが、シールが結構あるものもありますので、もちろん塗装もあるんですけどね、ただシールあるのでシールを貼っていかなければいけません。続いて大きさですけれども、 RKF は約13センチで、まあかなり大きい分ね、スラッとしたかっこよさがあります。続いて RKF はだいたい 11.5 センチで、先ほどの RKF と比べればちょっと小さいですけれども、それでもね、省略箇所とかすごい少なくて、小さくても結構満足いきます。実際足の高さ合わせるとこんな感じで、騒動の剣の先が RKF の副眼あたりに来ますね。続いて色分けなんですけれども、 RKF はこれね、結構要所要所省略があることがあって、腕に本来なら筋ラインが入るんですけども、そこが省略されてたり、足首から先ね、ここもう少し模様があるんですけども、そこも省略されてます。ただモールドは入ってますし、省略があるとはいえ結構今回塗られてますからね。そしてシールがありませんので、ガシガシこうやって触って、指でこうやって触ってても、なんかシールとかだとさ、当たって剥げちゃうみたいなことがあるんですけれども、そういった心配がありませんので、かつ開けてすぐ遊べるわけでしょう。そういった魅力はかなりあるかな。ガシガシポージングさせるんだったら RKF の方が優れてると思います。騒動はシールありますが、このブレイブドラゴンに関してはシール相当少ないんですよね。そしてシールで賄ってる分、色の省略がほぼほぼなくて、まあ裏面とかはね、結構省略ありますけれども、もう正面から見た時はかなり満足度がいきますよね。そして今回のセイバー系からまたさらに塗装が増えてますからね。なので飾ったりとかポージングさせて眺めたりして遊ぶんだったら、騒動は結構いいんじゃないでしょうか。続いて可動ですけれども、かなり可動はね、数多くあるんですが、特徴としては胸可動はあるんですが、腰可動がありません。あと腰のローブ部分が直接この横のところにヒンジにありますので、結構この辺は自然な動きができますよね。ただフォームチェンジとかはね、できないと思うんですよ。全然分解とかね、できませんから。なのでこのフィギュアはこのフィギュアでもうすでに完結してるのかな。そして騒動はさっきの RKF と違って胸可動はないんですけど、腰の回転があります。そしてローブの作りが全然違って、さっきはね、横でヒンジでしたけれども、後ろで繋がってここでボールジョイントなんですよね。なので角度をこっちはつけられるっていう特徴もありますし、
全然ね自由に動かせますからね、邪魔にはならないかな。さらに RKF と違ってこんな感じで体が3分割しますので、今後発売されますラインナップと組み替え遊びすることができます。なので今後のラインナップを買い続けて、まあコレクションみたいな感じでずらっと並べるのもありですし、組み替え遊びとかする人は双胴の方がいいと思います。パーツですけども、替えの手首は右手はこれ1個だけで、左手は開き手と握り手とライドブック持ちの3種類が付いております。あと火炎剣劣化がぶっ刺さってる状態と抜いた状態でドライバーが2種類付属しております。なので手首パーツとかドライバーとかね、かなりなくすの注意ですね。きちんと保管しておかないとどっか行ったってことにはなりかねません。そして双胴は握り手と開き手左右1つずつあって、ドライバーに関しては火炎剣劣化ぶっ刺し状態のものは付属しません。ただ双胴には専用の台座が付属しますので、台座にこんな感じで手首を装着すればなくす心配はかなり低くなると思います。ただ RKF も双胴も手首パーツ相当小さいので、小さいお子さんは飲み込まないように注意です。というわけでいろいろ特徴見てきましたけども、ここから来世定食的な結論です。どういった方がどっちを買った方がいいのかという話ですが、小さいお子さん、そしてガシガシポージングして遊ぶ人は RKF、 ポージングさせて飾って眺める人、組み替え遊びに魅力を感じる人は双胴、あとコレクション欲がある人も双胴がいいと思います。あとあれかな、ある程度大人の人で初めてライダーフィギュアを買おうって思ってる人も双胴の方がいいかもしれない。まあそれは単純にお値段の話ですね、手が出しやすいっていう話です。まず RKFの魅力は何と言っても買ってすぐ遊べる点と、シールがなくてバシバシ手で触っても剥がれるシールの心配がない、もうこれが一番でかいと思うんですよね。なので遊びやすさ重視、ガシガシ触って遊びやすさ重視ってなら RKF が一番だと思います。ただごめんなさい、繰り返しになります。手首の紛失と飲み込むのはもちろん注意です。台座が付属しませんからね。そこに関しては正直 RKF の方がなくす可能性高いと思いますので、手首の紛失は注意です。そして双胴は成敗になってさらに造形が良くなりましたので、ポージングした時めちゃめちゃかっこよく決まるんですよ。そしてシールと塗装によってかなりね色省略も少ないですから、ポージングさせてずらっと並べたりとかして眺めるんだったら双胴相当ありじゃないかなと思います。あと組み替え遊びができる人、まあ要はコレクションしていっぱい買ってガチャガチャ遊ぶみたいなことを想定してる人も、まあ、こっちにしかギミックはありませんので双胴かなっていう感じ。今年は RKF も双胴もね相当出来がいいですから、ご自分に合ったものをとりあえずこのセーバーブレイブドラゴン買ってみて、とりあえず買って触って遊んで、今後のシリーズも買うかどうか検討していただければと思います。というわけで本日は RKF と双胴、セーバーブレイブドラゴンの方を比較してまいりました。これから購入される方はぜひですねこちらの動画の方を参考にして購入の方ご検討いただければと思います。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。Wow.